中国、習近平が企むコロナ感染輸出の恐ろしすぎる危険性。中国で感染爆発が起きている。中国で新型コロナの感染が爆発中だ。感染はどこまで広がるのか。新たな変異株は誕生していないのか。不安は募るが、明らかになった点もある。中国の意図だ。彼らは自然感染による集団免疫の獲得を目指す一方、西側への感染輸出を狙っているように見える。肝心の中国が情報を公開しないので実態は不明だが、アメリカワシントン大学の保健指標評価研究所 IHME が昨年12月15日に発表した推計によれば、ロックダウン再開などがなければ中国で3月1日までに最大460万人が感染すると予想している。その場合、1日あたりの死者報告分は3月29日までに8862人に達する。死者は累計で4月1日までに50万2000人、2023年末までには100万人をはるかに超える見通しだ。もっとひどい予想もある。イギリスの調査会社エアフィニティが1月3日に更新した推計によれば、1月13日時点で1日あたりの感染者が370万人に達し、死者は10日後にピークを迎え、1日あたり2万5000人、昨年12月以来の累計死者は58万4千人になる。4月末までには累計の死者が中国全土で170万人に達すると予想している。新しい変異株なのか。この新型コロナはどんな種類なのか。中国の疾病予防センター CDC の専門家は記者会見で、130のオミクロン変異株のうち50種類を中国で検出したと語っている。だがそれが全てとは限らない。世界保健機関 WHO によれば、判明している分だけでオミクロンには500種類以上もの派生型がある。心配なのは全く新しい凶暴な変異株が生まれていないかどうかだ。 WHO は繰り返し中国に情報提供を求めてきた。中国は12月30日ようやく協議に応じたが、それでも情報を開示しなかった。WHO は声明で、中国側には引き続きウイルスの遺伝子配列情報を含めてリアルタイムの情報提供を求めたと述べている。新たな変異株は出ているのか、あるいはこれから出てくるのか、この点は専門家の間でも意見が分かれている。ジョンズ・ホプキンス大学の感染症専門家スチュアート・キャンベル・レイ教授は、中国は非常に多くの人口を抱えている一方、これまでは限られた免疫しかなかった。それは新株が爆発する土壌になっているように思うと語っている。一方、同じジョンズ・ホプキンス大学のデイビッド・ダウディ教授は、新株が生まれて世界的な感染爆発が起きる可能性は確かにあるが、オミクロンに対する世界レベルの免疫効果を考えれば、その可能性は1年前より低いだろうと、やや楽観的だ。オミクロン変異株については、アメリカの疾病予防センター CDC が12月30日 XBB.1.5 と呼ばれる派生型の感染がアメリカで 40.5% を占めたと発表した。この方が今最大の焦点になっている。 WHO の専門家は1月4日記者会見で、 XBB.1.5 はこれまで見つかった中で最も感染力があると語った。アメリカでは12月24日時点で XBB.1.5 感染者の割合が前週の2倍になった。大変な感染力だ。ただし毒性については WHO はデータは入手していないが、過去の発生型と比べてより重いという証拠もないと語っている。中国はどうかといえば、中国共産党の新聞チャイナデイリーが1月3日、中国の専門家チームが上海で XBB.1.5 による3例の感染を検出したと報じた。ただし同氏は中国が発生源ではなく外部から流入したと報じている。いずれにせよ中国紙の情報なので真相は不明だ。ゼロコロナ政策からの急転換。こうした中、中国の新たなコロナ戦略が浮き彫りになってきた。彼らは今や自然感染による集団免疫の獲得を目指している。中国製ワクチンには効果が期待できないと分かったからだ。それだけではない、西側への感染輸出も狙っているかのようだ。それは状況証拠が物語っている。第一に、中国はウイルスの遺伝子配列情報の公開を拒否している。これが公開されなければ新たな変異株が生まれているのかどうか分からない。そうなると西側は対応する新たなワクチンを作れない。
次に中国は西側のワクチンを欲しがっていない。中国は中国製ワクチンとロックダウンでコロナを制圧したと自慢してきた手前、今更西側に頭を下げてワクチン提供を頼めないのだろう。習近平総書記の沽券に関わるからだ。求心力がガタ落ちしてしまう。習近平政権は昨年12月7日ゼロコロナ政策を突然放棄した。なぜ方針転換したのか真相は不明だが、中国ウォッチャーの間では各地に広がったデモを恐れた。習氏自身が感染しコロナの症状は軽いと分かった。ロックダウンでも対処不能で感染を止められなくなったなど様々な説が流れている。以来中国は PCR 検査の義務付けや国内移動の規制を矢継ぎ早に廃止した。香港の新聞サウスチャイナモーニングポスト SCMP は1月5日香港と中国全土の往来を止めていた検問所を8日から開放すると報じた。同紙はこれで1日あたり5万人が香港を中国本土を自由に往来するようになると伝えている。中国は同じ8日から中国への入国者に対する隔離義務を解除する。中国は一般国民の海外旅行を禁止してきたが、同日から旅行目的でのパスポート更新手続きも再開する。感染輸出を目論んでいる。これらが何を意味するか。国内で感染がこれほどの猛威を振るっているのにもかかわらず、国民の大移動を始まる春節1月22日の直前にこうした措置を立て続けに断行するのは、海外で感染が広がっても構わないという話に他ならない。つまり感染輸出である。普通の国であれば感染の恐れがある自国民は出国前に厳重にチェックして他国に迷惑をかけないようにするだろう。いずれ帰国すると分かっているのだから、それは自国のためでもある。だが中国にそんな常識は通用しないのだ。アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、日本、フランス、スペイン、イタリア、韓国、マレーシア、台湾などは新型コロナの陰性証明を求めるなど入国規制を強化した。これに対して中国は政治的な動きだ、対抗措置を取ると反発している。これも中国人の海外旅行を奨励している証拠である。中国はコロナを克服できるか。そうだとするとこれから何が起きるのか。自然感染による集団免疫の獲得を目指す中国とワクチンによる集団免疫獲得を目指す西側との競争になる。農村部への感染拡大はこれからだが、北京など大都市はすでにピークアウトしたという報道もある。中国が集団免疫を獲得するのは時間の問題かもしれない。西側には多くの犠牲を強いる自然感染による集団免疫の獲得という選択肢はない。新たな変異株が出ているなら対応するワクチンを開発して人工的に免疫を作るしかない。この競争で西側が遅れを取れば、中国は一段と大胆かつ攻撃的な姿勢で西側と対峙するようになる可能性が高い。逆に中国が負ければしばらくはおとなしくなるかもしれない。中国の戦略は必ず成功するとは限らない。自然感染で集団免疫を達成するには不透明で複雑な条件が多く、 100% 達成可能とは言えないからだ。中国が自力で効果の高いワクチンを作らない限り、犠牲者を増やすだけという結果になる可能性もある。中国が新型コロナを克服できるかどうか、あと数ヶ月もすれば見えてくるだろう。日本はそれまで中国人はもちろん、中国滞在歴のある人について十分な監視が必要だ。中国からの入国制限だけでは全く不十分だ。香港などを経由して入ってくる中国人にも目を配らなければならない。アメリカは中国から入国する航空機について排水検査を実施する。乗客の排泄物にウイルスが混じっているかどうか調べるためだ。新型コロナ対策は安全保障問題に直結している。日本も同じような検査をしてアメリカと情報交換すべきだ。昨年12月23日公開コラムで指摘したが、アメリカのジョー・バイデン政権と岸田文雄政権の感染症に関する対中認識は完全に間違っている。両政権はそれぞれ国家安全保障戦略に感染症対策で中国と協力できると記したが、中国は協力するつもりなど全くない。甘い認識では中国にしてやられるだけだ。